こちらは栃木県真岡市の佐藤時計店であります。いつもは時計の分解掃除、オーバーホール、電池交換等をこのチャンネルで紹介をさせていただいておりますが、ちょっと今日は内容が違います。まあ実は約10年使っておりましたブルーレイのレコーダーでありますが壊れてしまいました。まあ新しいものを買ってもいいんですが、まあまだ見てない録画したものがたくさんあるのと、それはどうしてもブルーレイに焼いて残しておきたいなというものがあるもんですから、ちょっと直したいなと思います。そしてまた時計の修理をする技術を持っていれば電気製品も直すことができんじゃないかということで挑戦することにいたしました。まあその品物はですね、東芝のブルーレイレコーダーでレグザの D-BZ の510というモデルであります。まあ症状といたしましてはウェイトの表示が出てまして、まあ点滅している状態で全ての操作ができない状態になっておりました。ネットで調べましたらコンデンサーが壊れているようであります。まあ早速 YouTube 何本か見させていただいたんですが、なるほどこういうふうにして交換するんだなっていうのが分かりましたけども、まあ見てみますと4時間かかった、半日かかった、1日かかってしまった、また分解したけども組めなかった、壊しちゃった、そして新しいの買ったなんていう YouTube の動画もありましたんで、ちょっと今までと同じじゃ私もちょっとつまんないなと思いましたんで、新しい方法を開発しました。というか新しい方法で、コンデンサーの交換をしたいと思っております。よく人間の体手術するときには回復手術っていうのがあると思うんですが、こうメスで切っちゃってやる方法がある。そしてもう一つは腹腔鏡下手術っていうんですか、まあこうピンポイントでやる手術があるかと思いますが、私はどちらかというとその方法で今日はちょっとコンデンサーコネクタ、コンデンサーコネクタですね。コネクタの交換をしたいなと思っております。まあ今日用意する道具をご紹介したいと思います。まあ一番最初に他の動画と違うところはこれを使います。ルーターですね。ルーターの刃もつけてあります。そしてドライバー。まあ上部のパネルですね。カバー、7本のネジで止まっておりますので、それで使います。そしてハンダゴテ、ハンダ、そしてハンダ吸い取り線ですね。ハンダを余計なのまず取って、それから付け直しますんで、そしてメジャー、そして最後に線切りますんで、これだけの道具でやります。だいたい先ほど言いましたように4時間かかった、1日かかったっていうのもありますけど、まあ、私の場合には15分で終了したいなと思っております。あ、それと養生テープです。養生テープも必要でありますので、これでセット完了です。その内容はですね、全部動画で放送する撮ると長くなってしまいますので、全て写真で、ご紹介して終了にしたいなと思っております。まずドライバー使っていただいて、7本のネジを開封してもらったらそれで終わりです。そしたら、まあ、開けますと基板に、たくさんコネクターがついておりますので、その中で今ここに表示しますけども、その中の3個並んでる中の1個だけ交換します。その場所ですね、それをこのメジャーを使っていただいて、縦の位置、横の位置、どこの位置にその交換するコネクターがあるのかをちょっと記録を残しておきます。そうしましたら、ちょっとそのデッキをですね、裏返ししていただいて、その交換するコネクタがある位置に印をいたします。まあここに今あると思うんですが、赤いので印します。それが交換するコネクタの位置であります。そしたらその周りですね、ちょっと指が入る範囲内で5センチ角ですね、でマジックで印をして、そしてその印したところをこのルーターで切ります。厚みはですね、だいたい1ミリか1ミリ弱ぐらいかなという感じがしますので、まあ簡単に切ることができます。そして、切りましたらですね、全部切っちゃうんじゃなくて、まあ左上のところにはハートマークついてるかなと思うんですが、
まあ、そこだけ切らないで取っておきます。それは開けた時にそこを蝶つがいの代わりにして元に戻すために全部切らないで残しておきます。それとその後ろの鉄板と基板はだいたい1センチぐらい隙間はあるんです。しかしながらあまりこれで深くやっちゃうと基板までいっちゃうと壊れてしまいますんで、まあ、先ほど言いましたように1ミリ前後なんで、まあ、せいぜい深く入れてもその鉄板の中2ミリぐらいでビーッとこう切ってもらえばいいのかなと思っております。そしていざ交換というふうになるわけでありますが、まあ、外したところがこの写真でありますね。そしてその後の写真が、ハンダで付けたところであります。あ、その前にですね、外したところの右側に丸い白いポッチがついてると思うんですが、それがマイナスの方になります。そしてそのマイナスのところのがコネクタの方が、これがマイナスで足が短い方ですね。それをその白い方に入れていただいて裏返ししてハンダ付けしていただければ OK であります。そんで、付けたところがこのハートマークがついているところであります。そして終わりましたら最後にこれで余った線を切りまして、そしてまた蓋をしてこの養生テープで閉じます。まあ、これどうして閉じるかって言いますと、まあ、ホコリが入ってしまったり虫が入ってきたりすると大変なんで、まあ、これで閉じます。そして元にひっくり返してまたドライバーを使って7本のネジを締めて終了です。まあ、この時間がだいたい15分ぐらいで終了ですね。まあ、本当に他のから比べるとあっという間に、終了することができます。その結果はこちらです。ということで終了することができました。まあ、最初に言いましたように、まあ、統計の走りからすると全然簡単だなと思いました。それに、このコネクタ交換しましたけども値段400円であります。まあ、これは Amazon で購入しましたんで、まあ、Amazon で購入しましたコネクタを含め、まあ、このふうなルーター、それから、あ、さっき言わなかったんですけども、あ、これですね、このハンダの吸い取り線ですとか、そういうようなものもすべて、概要欄にリンクを貼っておきますので、参考にしていただければと思います。まあ、おそらく機械分解したり、組んだりしたことない人はおそらくこのブルーレイのレコーダーを分解して作業するっていうのもちょっと難しいのかなと思いますので、まあ、この方法も一つの方法だと思って参考にしていただければと思います。そして最後にこのような器具使いますので、まあ、怪我などしないようにお願いいたします。あくまでも自己責任というふうなことで行っていただければ400円で終了することができます。そしてまた復活させることができます。まあ、これはね、最初に言いましたけども、いろいろな動画見させていただきましたが全く違う方式でやらせていただきました。ちょっとの危険も伴うかなという感じもしますんで、ちょっとかなり注意が必要であります。まあ、その辺をご注意いただいて自己責任、ちょっとしつこいようでありますが自己責任で行っていただければと思います。もし何か質問等がありましたらコメント欄に書いていただければ、後でお答えできる範囲内でしたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。終わります。